町芸丸は幕府海軍の後に日本海軍の運送船。長芸は大きな鯨の意味。徒歩の院中八戦下に院女町芸級桃川とある。幕府海軍町芸丸の日本人水平元は1864年にイギリスグラスゴーで巡航したイギリスの鉄製外輪機船ダンバートン。慶応2年8月12日に江戸幕府が横浜で購入し、 長芸丸と命名した。7月に大阪城にて死去した将軍徳川家持の遺体を運ぶため、9月2日に大阪を出港し、6日に江戸に到着している。慶応4年4月11日、幕府感染処分の際に徳川市に与えた。同年8月19日に江ノ本艦隊に編入され、函館に向かった。同年6月に、 箱館戦争で新政府軍が捕獲6月12日に軍務官所官となったが11月10日に民部省へ移管された。日本近世造船士、明治時代によると明治3年大倉省に移管した。その後は帰船回送会社に交付、万里丸と改名され1880年まで使用された。さらに三菱会社で浮き倉庫として使用された。 日本近世造船士、明治時代による要目は右上表の通り、その他の文献による主な要目は以下の通り、ありがとうございます。